ミット始まるよ。今日紹介する鳥の名前はイソシギ、チドリモクシギ科の鳥です。大きさは20センチ程度、以前紹介したオオジシギより一回り小型の鳥です。世界的にはユーラシア北部から中部、アフリカ、インド、東南アジア、オーストラリアなどに分布しており、日本では北海道から九州まで幅広くその姿を見せてくれます。主に昆虫などを食べて暮らします。北海道では夏鳥として、沖縄では冬鳥としてその姿を観察することができます。それほど珍しい鳥ではないのですが、住んでいるところが河川敷など限られていますので、珍しさは5段階表記で星3つ。それではイソシギくん観察していきましょう。ちらっと何か見えましたね。ここはある川の河口付近、川辺の砂の向こうに頭だけちらっと見えております。イソシギくんの登場ですね。このイソシギくん、イソシギとは言うものの、どちらかというと川や湖など淡水系の水辺によくその姿を見せてくれるんですね。今回出会ったイソシギくん、この場所はもうほぼほぼ海のそばなので、まあイソシギのお名前通りっていうところでしょうかね。何やってるんでしょう。毛づくろいをしながら餌を探してるんでしょうか。住んでいるところも違うので、あのオオジシギくんと間違えるということはあまりないんですけれども、ちょっとオオジシギくんと見比べてみましょうか。左がオオジシギくんです。羽の模様がイソシギくんに比べるとまだら模様になってますね。そしてイソシギくんのお腹の白い羽毛は肩の方まで食い込んでるような感じで広がっています。大きさや住んでいる場所も結構違いますので、なんとなくそういう特徴を捉えておけば見間違えるということはなさそうですね。このイソシギくんも歩きは達者。この歩きが達者な鳥たちってどうしてお尻を上下にこうフリフリしてるんでしょうかね。以前紹介したあの赤霊くん、白赤霊、奇跡霊、いずれもこのようにお尻を上下にフリフリしていましたが、なかなかこれが可愛らしいですよね。じっと見ててもこの姿可愛らしくてなかなか飽きることがありません。どうやらお食事タイムは一段落したみたいですね。相変わらずお尻をフリフリ水の中に入っていきます。結構泳ぐのも上手みたいですね。食事の後の水浴びタイム、今年の夏は暑かったんで気持ちよさそうですね。この川辺はどうなんでしょう。巣作りに適した場所にもちょっと見えるんですが、こういった砂地のような川辺で草むらのあるところ、そこにくぼみのようなものを作って巣を作るらしいんですけれども、どうなんでしょう。この近辺で巣作りをしているのかな。まあなんとなく巣作りをするとしたらこの草むらの奥の方なのかなーっていうとこなんですが、草むらの中で上空からは見つけにくいんでしょうけれども、地面に巣穴を掘るということで
やはりヘビやネズミなどの外敵から身を守るっていうので警戒心はなかなか高い鳥ですね。さあ、歩き達者のイソシギくん、湖や川など行く機会があったら探してみてはいかがでしょうか。ではまた。